はい、皆さんこんにちは。ホロホロです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらのダイソーさんで売られていますゴブラン調の歯切れ、こちらを使って、こちらの裏生地なしのマチ付き簡単ショルダーポーチを作っていきたいと思います。大きさはスマホ長財布が入るくらいの大きさに仕上げてます。今日はこちらを作っていきます。まず材料からです。ダイソーさんのゴブラン調の歯切れ、48cm×55cm になってます。お好みで飾りタグ、ショルダーストラップ、こちらはセリアさんで購入してます。あと今日はこちらの縁取り用のバイアステープを利用していきます。こちらは幅 11mm のものを購入してます。手芸屋さんで売ってます。縁取り用のバイアステープです。このように両サイドが折られていて、さらに半分に折って販売されている縁取り用のバイアステープになります。必ず縁取りと記入のあるものを購入してください。こちらショルダーストラップをつけるための D 缶2つ使います。こちらは6個入りでセリアさんで100円で販売されています。2個使います。あとこちら入り口につけますマグネットホック、こちら1組使います。こちらをつけるのが面倒な方はこちらの後で手縫いでつけるタイプでも構いません。どちらかをご準備ください。こちらの材料で作っていきます。はい、まず最初の折りじわを軽く伸ばします。この時の注意点です。アイロンは中温ぐらいにしておきます。ゴブラン生地はかなり縮んでしまいます。スチームなしの中温で軽くアイロンします。まずバッグ本体の表裏カットしていきます。約21センチで仕上げてます。21センチでカットします。バッグの横幅の長さなのでお好みで変えていただいても大丈夫です。21センチでカットします。こちら縦の長さが55センチです。こちらを半分でカットして、27.5センチずつ、55センチの半分でカットします。生地に歪みのある場合は、カットして調節してください。これで約21センチ ×27 センチで2枚カットしました。こちらがバッグの正面と後ろ側になります。あと残りの布でバッグの側面の部分、こちらをカットします。こちらもお好みで構いませんが、今日は約9センチ幅で
準備していきます。9センチ幅で2本カットします。こちらだけ余り布が出てしまいます。まずこちらを2本つないでおきます。こちらを中表で合わせます。柄の向きはバッグの側面なのであまり気にしなくてもいいかと思いますが、一応このようにつないで方向を合わせるのであれば、柄を同じ向きで中表で重ねて、で1センチ幅でこちらを縫ってつないでおきます。こちら端の処理はしていませんが、バッグの中のつなぎ目のここだけの端になるのでさほど気になりません。このまま使います。気になる方はボンドかミシンのかがり縫いでほつれ止めをしていただければと思います。バッグの底のこちらのつなぎ目部分になります。こちらを1センチでつなぎます。気になる方はこちらほつれ止めのボンドまたはミシンのかがり縫いを利用してください。約1センチ幅で縫っておきます。こちらで縫いつながりました。縫い代は開いてアイロンしておきます。こちらは後で使います。次にバッグ本体の方です。こちらの底をカーブにカットしておきます。約11センチぐらいのお椀を使って型を取ります。こちらもお好みで大丈夫です。飾りタグをつけられる方はお好みの位置にタグを縫い付けておきます。約周囲1センチが縫い代になります。そちらを考慮してお好きな位置にタグを縫い付けておいてください。タグを縫い付けておきます。はい、タグが縫い付きました。次に縫いつないでおいた側面の生地とつないでいきます。この時に間違えてはいけないのが中表ではありません。外を表につないでいきます。間違えないようにしてください。まずは中心を印します。半分に折って、中心のところを印しておきます。こちらも半分に折って、中心のところを印しておきます。で、中を裏に合わせてください。間違えないように、私は何度も間違えました。こちらが悲しい間違った方です。これは間違いです。中表ではなくて裏面同士を必ず合わせて外表で縫います。今つけた中心の印と縫いつないだ縫い目をまず合わせます。で、端をずっと揃えてクリップで留めていきます。ゴブラン生地なので少し伸縮性があるので、カーブのところは普通の生地より合わせやすいかと思います。カーブのところはできるだけ細かく留めておきます。柄が外向きです。
間違えないようにしてください。こちら飛び出ている生地は後でカットします。このままで大丈夫です。反対側もカーブのところはできるだけ細かく留めます。この状態で端5ミリ幅でずっと縫っていきます。こちらはまた後で縫い付けていきます。まずは片側から約5ミリ幅で縫っていきます。はい、こちら端が縫えてこのような状態です。反対側も同じようにつないでいきます。まずは印した中心と縫い代のつなぎ目を合わせます。で、端をずっと合わせていきます。こちらも同じように5ミリ幅でずっと縫っていきます。5ミリ幅で同じように縫っていきます。こんな感じで両面縫い付いて、だいたいバッグの形が見えてきました。このような感じです。で、こちらで端を合わせてこちらをカットしておきます。で、こちらにバイアステープを縫っていきます。バッグをこのように持ちます。で、バイアステープをこのように開きます。バイアステープのまず一番こちらの端を縫っていきます。まずはじめにこちらの端を縫っていきます。で、それからこのようにくるっと包んで縫う形になります。まずバイアステープをこのように開いて、バッグをこのように持って側面の端にまず合わせます。バッグの側面です。この状態でずっと縫っていきます。ここをずっと縫っていきます。端をぴったりに合わせて最初の折り目のところをずっと縫っていきます。できるだけこちらの折り目より外側より気持ち内側に縫い目が来るように意識してもらうとより綺麗に仕上がります。こちらの折り目より外側ではなくて、縫い目がこちらの折り目のラインよりやや内側になる方が後で縫いやすくなります。ラインの上で大丈夫なんですが、気持ち内側を縫う気持ちで縫ってください。では縫っていきます。こちらの折り目より外側にならないように縫っていきます。こちらカーブのところは
バイアステープに少し3ミリほどで1センチ間隔ぐらいでこのように切り込みを入れていただくと縫いやすいです。ここがポイントです。カーブに差し掛かるところ1センチぐらいの間隔で3ミリぐらいで切り込みを入れます。するとカーブがすごく縫いやすいです。こちらも1センチずつぐらいの間隔で3ミリの切り込みを入れます。端まで来たら長さを合わせてカットしておきます。はい、今このような感じでぐるっとバイアステープの端が縫えました。このような状態です。で、こちらで折り目がついているので自然とこのように端を包み込めます。くるっとこちらの縫い端をバイアスでくるっとこのように包み込むことができます。こうとっても綺麗に包み込めて気持ちがいいです。もしも包み込むこちらの縫い代が幅が広いなと思う場合は端をカットしてくださって大丈夫です。だいたい5ミリ幅でこちらの幅に合わせて縫っているので綺麗にこのように包み込めるかと思います。で、あとは包み込んだこちらからずっと縫い代2ミリぐらいでずっと縫って仕上げます。バイアステープと同色のミシン糸があれば縫い目が綺麗に仕上がるかと思います。できればバイアステープと同色のミシン糸を使っていただけたらと思います。バイアスの端から2ミリくらいの縫い代で縫っていきます。こんな感じです。はい、片側がこんな感じでバイアスで包めました。反対側も同じです。バッグをこの方向で持ってバイアスの側面の端にバイアスをこのように広げて端をきっちりと合わせて端を揃えてずっと留めていきます。慣れている方は留めなくてもバイアスを沿わせながら縫っていただいても構いません。こちら布に合わせてカットするんですが縫ってるうちに少しずつズレが出るのでこちらまで縫い終わってからカットしています。では同じようにこちらの折り目の上をきれいに縫っていきます。気持ち折り目より内側、折り目より外にならないように折り目の上を縫っていきます。カーブに差し掛かったら1センチ間隔ぐらいで3ミリぐらいで切り込みを入れます。バイアスだけに切り込みを入れます。切り込みを入れておくとカーブが縫いやすいです。
箸でカットしておきます。こちらも今縫ったこちらの縫い代をバイアスでくるっとくるんで縫っていきます。縫い代2ミリ幅ぐらいです。こんな感じで綺麗にバイアスで端がくるんで縫えました。バッグの形になってます。あとは入り口だけです。入り口のバイアスを縫うときにこちらのショルダー紐をつける D カンとマグネットを挟み込んで縫っていきます。こちらの D カンとマグネット部分を簡単に作っておきます。バイアステープを7センチで2本カットしておきます。こちらタブの厚みが気になる場合は内側に入る中の生地を少しカットしておけば厚さが半減できます。で、Dカンを通して半分に折ってここで縫っておきます。次にこちらマグネットをつけるタブを作っておきます。バイアステープの布を利用します。8センチで2枚カットして広げて半分に折ってアイロンします。マグネットホックを準備します。マグネットホックはこれで1セットです。こちらがボタンの出っ張りの方、こちらがボタンのへこみの方、それぞれの留め金具です。こちらの留め金具を使ってこちらの真ん中あたり少し輪に近い方、こちらが1センチが約縫い代になります。縫い代を除いた真ん中あたりに金具を合わせてここを印します。こちらも同じ、ここを印します。で、こちらに切り込みを入れます。で、切り込みにボタンを差し込みます。で、留め金具を差し込んで爪を外側に倒します。で、両端をミシンで縫っておきます。これで簡単マグネットタブの出来上がりです。こちらも同じ、切り込みにボタンを差し込んで留め金具を差し込んで爪を外側に倒します。で、両端を縫っておきます。はい、最後、先ほどと同じ要領で入り口にバイアステープを巻いて縫っていくんですが、こちらの内側にマグネットタブと、こちらの外側に D カンタブを仮縫いしておきます。まずバッグの入り口の真ん中を測って、こちらにマグネットタブを仮縫いしておきます。できればバッグの正面になる方にボタンの出っ張りの方を持ってきます。で、こちら外側に D カンタブを仮縫いしておきます。D カンタブは外側です。先ほどと同じようにバイアスを開いてバッグの内側からまず合わせて縫っていきたいと思います。最後、縫い終わりが後ろか側面の目立たないところで終わるようにしておきます。で、さっきと違うのが縫い始め1センチほどこのように折っておきます。縫い始めだけ1センチ折って
合わせていきます。バッグの後ろ側から縫い始めたいと思います。こう端を1センチ折って、このあたりから合わせていきます。で、この時にこちらの端のバイアスはサイドの待ち側に倒しておきます。こちらも待ち側に倒しておきます。こちらも待ち側に倒しておきます。最後少し長い目でカットしておきます。布の重なり目2センチほど重ねてカットしておきます。くるっと一周、端から最初の折り目のところでずっと縫っていきます。必ずサイドの待ちのバイアスは側面の方に倒れるようにしておいてください。はい、こんな感じで入り口の内側にバイアステープをこのように広げてぐるっと一周縫えた状態です。で、こちらも同じように端を包み込みます。もしこの辺のこのあたりの端が飛び出ている場合はカットして揃えておいてください。バイアスで包み込みにくいこちら端はこのようにきれいに揃えておいてください。こちら縫い終わりのところ、縫い始め1センチでこのように折ってあるので端が最後きれいにくるめます。こちら最初1センチ折って縫い始めているので、このように包んでいただくと最後きれいに包めます。こちら最後のバイアスの縫い終わりのところ、このように包み込みます。こちらから縫っていきたいと思います。ミシンの手前の工具ボックスが外せる方は外してください。先ほどと同じ2ミリ幅ぐらいで縫っていきます。はい、こんな感じでぐるっと一周、入り口のバイアスも縫えて仕上がりです。内側には簡単マグネットボタンのタブがついて、両サイドには D カンタブがついて出来上がりです。あとはショルダーストラップをお好みでつけてお使いください。仕上がりサイズです。横幅が約21センチ、深さが約27センチ、待ち幅が約9センチの仕上がりになってます。今回は裏生地なしの1枚布で作ってみましたが、今日の作り方で裏生地をどうしても貼り付けたい方は、貼るだけで裏生地になるタイプの接着芯を貼っていただくと、今日の作り方で裏側に裏生地を貼ることもできます。こちらセリアさんでも手芸屋さんでもどちらでも買うことができます。貼るだけで裏地になる接着芯です。こんな感じでバイアステープのカラーを変えていただくだけで雰囲気の違った仕上がりになります。お好みのバイアスカラーを選んでください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。
こんな感じで簡単に仕上がる作品ばかりを投稿しています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。ではまた。